んか思ったより怖そうね。なーに怖がってるのよ。幽霊が出ても所詮作り物じゃない。ほら行くわよ。結構凝ってるね。ねえ、面白い話があるんだけど。まさか階段じゃないよね。あら、正解。その通りよ。どうなの？早く聞かせなさいよ。夫婦の間に女の子が生まれたの。その人たちはとても子供が欲しかったから心から喜んだわ。だけどその女の子は大きくなるにつれて周囲の者が目を背けてしまうほど醜くなっていった。子供らしい無邪気な笑顔でさえ両親をゾッとさせるほど気味の悪いものだったの。ある日3人で旅行に行ったの。そして船に乗った両親はその女の子を甲板から突き落としてしまった。目撃者はおらず事故ということで処理されたわ。そして数年後また2人の間に女の子が生まれたの。前の子とは違ってその子は成長するたびに美しくなっていったので両親は喜んだわ。3人はまた船で旅行に行ったの。女の子は大はしゃぎで両親もそれを微笑ましく見守っていたわ。だけど甲板で海を見ていた女の子に手招きされ近づいていった両親に女の子は言ったの。お父さん、お母さん、今度は私を落とさないでねって。全然何もなかったけど。何よ、だらしがないわね。こんなもののどこが怖いの？まったく、芸がないわね。暗くするだけなんて怖くもなんとも。しのぶ？あ
しのぶ。何やってるの、桃井くん。え？あれ？なんでしのぶがそこに？じゃ、これは一体。いきなり飛んでくるんだもの、びっくりしたわ。行ってみよう。壊れたんじゃないわ。きっと隠し扉だったのよ。隠し扉？ちょっと蹴ったくらいで壊れるわけないでしょ。よかった。とにかく行ってみよう。嫌な感じ。まさか。シルバー。
どうした？まさか死んでる？ちょっと待って、まだ息があるかもしれないじゃない。救急車を呼ばなきゃ。もう手遅れだわ。ちょっと話を聞かせてもらってもいいですかね。まだ事情聴取も終わってないし、警察の人に怒られちゃうよ。別にどこにも行かないわよ。そんなことより私決めたの。決めたって何を？シルバーを殺した犯人をこの手で捕まえてみせるわ。立花さん、だって悔しいじゃない。私たち彼と一緒にいたのよ。なのに助けられなかった。
やろう、立花さん。よく言ったわ。それでこそ私のパートナーよ。そりゃ警察に任せた方がいいのかもしれないけど、僕たちじゃないとわからないこともきっとあるよね。そうね。私の前でこんな犯罪を起こしたこと、犯人に後悔させてやるわ。よし。あ、こちらにいらっしゃいましたか。美和子さん、美和子さんがどうしてここに？受け付けた警官から名前を聞いて、もしやと思いお探ししてたんです。今回は大変でしたね。ちょうどよかった。いろいろ知りたいことがあったのよ。あまり事件のことについて私からは詳しくお話しできないのですが。そんなこと言わないで、ちょっとだけでいいからね。ああ、美和子様がそうおっしゃるなら。死因は何ですか？かなり硬さのあるもので、後頭部を殴打された形跡がありました。凶器は何だったんですか？やっぱり現場に落ちていた斧やハンマーなんかが凶器として使われたんでしょうか？確かに現場には幽霊屋敷のセットの一部と思われるプラスチック製の斧やハンマーなどが落ちていました。プラスチック製とはいえかなりの重さがあるため、十分凶器となりうるでしょう。ですが私たちが調べた結果、凶器となったのは現場付近に落ちていた石だと判明しました。石？ええ、石に被害者の毛髪が付着していることから見て間違いないと思われます。そうですか。しかもよほど恨みがあったのか、繰り返し殴打されたようです。彼はいつ頃殺されたんですか？発見された時点で死後 1,2 時間程度経過した状態でしたから、おそらく午後1時前後でしょう。ねえねえ美和子さん、何か遺品みたいなものはなかったの？カバンや時計、携帯などの日常品がほとんどで、あ、でも変なカードを持っていましたね。それ、特撮系の女の子が写ってるものじゃないですか？多分そうだと思います。私、ああいうものに詳しくないのですが、確かに仮面をかぶった女の子でした。それ以外にはないんですか？何かメモが残っていたりとか。いえ、その他には特に。そうですか。ああ、そういえば直人さん、残念ながら今日はここへ来られなかったんですよ。それはもう、さっきもお話ししたばっかりで。
あの、美和子さん？本当だったらこちらにいらしてるはずだったんですよね。あ、なんてことなんでしょう。いえ、これも神様が与えた試練。私、耐えます。ええ、耐えてみせますとも。あの、美和子さん？失礼しました。取り乱したところをお見せしてしまって。やっぱり警察は残りの4人を疑っているんですか？いえ、そういうわけではありません。何らかのトラブルに巻き込まれた可能性もありますし。でも一人で迷路になんて入るかしら。あの、ちょっとお聞きしたいことがあるのですが、お気を悪くなさらないでくださいね。私たちのアリバイですか？形式的なことで、決して美和子様たちを疑っているわけではありませんので。私にはちゃんとしたアリバイがあるわ。シューマイドッグを買って食べたのよ。そんなのがアリバイになるわけないじゃない。そういうあなたはどうなのよ。ちゃんとしたアリバイがあるっていうの？確かに確実なアリバイは私にもないわ。お土産を買った証拠はあるけれど、全てのアリバイを証明できるものではないし。そういえば桃井くんは何をしてたの？僕はみやびと一緒にオープンカフェにいたんだ。でも途中でみやびはどこかに行っちゃったけどね。ありがとうございました。あとは我々警察に任せて、みやこ様たちは楽しんできてくださいませ。さっき話した事件のこと、絶対に内緒ですよ。さてと、それで犯人のことなんだけど。やっぱりあの4人の中の誰かに間違いないわ。そのようね。めぐるくんはどう思う？僕は…でもまだ疑うのは早いんじゃないかな。何言ってるのよ！そんな悠長なこと言ってて、もしまた何か起きた時どうするのよ！そうかもしれないけど…さあ、早く他のメンバーのアリバイを確認しに行くわよ。さて、めぐるくん、まず誰から聞く？ザップを待とう。